よ。どうしたんだ？浮気した浮気したしてねえんだよ俺は。あんたしたんだろう。バカなんじゃねえよ。見ろかさ。殴られてよ。自分が悪いんだからしょうがないよ。フィードフィードじゃないか。あんた一体そうか、あんたがよこされてきたのかい。そうかいそうかい。それにしても懐かしいね。ああ眠ぶりだな。何言ってんだい。2年と3ヶ月ぶりだよ。そうか、そんなになるか。ああそうともさ。それにしても今の今まで頼りの一つもよこさないで悪情な子だよ。そうだな、すまなかったと思ってる。まったくだよ。ところでマイラ、もうお仕置きは十分だろう。俺も人並みの体なんで、いい加減腕を離してくれないと骨が折れちまいそうだ。ああすまなかったね。骨は大丈夫だったかい。多分なこの程度で済んでラッキーだと思ってるよ。2年以上も行方をくらましてたんだ。相当稼いできたんだろう。いや、それほどでもないんだ。嘘、おい。こっちはあんたが来るのを首を長くして今か今かと思ってたんだ。利子含めて2年分の月をきっちりと払ってもらうからね。は？冗談だろお前ら。俺はツケなんて。フィードフレア、フレア言っただろ、2年分のツケを払ってもらうって。言っておやれ。ずいぶん溜め込んじまったみたいだから簡単には払い切れないだろうがね。フレア、フレア、どうした。まさかちょっと会わない間に老け込んで顔が見せられないってんじゃないだろう。バカ。フィード。ああ私ずっと待ってたのよ。ああきっとまた会えると信じてた。ああねえ。あ？もうフィードったらあしか言わないだもん。さてと、お嬢さんの機嫌が治ったところでマイラのところへ戻るとするかな。ええ。こんな美人が俺のことをずっと待っててくれたんだ。早いとこ仕事を片付けちまわないと罰が当たっちゃうからな。それならとっくに当たってなきゃ変よね。あ？なんか言った？うん。さあ早くお母さんのところへ行きましょう。なんだかね、もう仲直りしちまったのかい。面白くもなんともありゃしない。おいおい、そりゃないだろお前ら。そうよお母さん。はいはい。まあ私はこの件に関しては脇役に過ぎないからどうでもいいけどね。フィード、仕事が終わったらゆっくりできるんでしょう。そうだな。大丈夫、あんたの腕だったらあっという間に片付いちまうよ。でしょでしょ、やっぱり俺って天才だからな。フィードったら。フレア、すまないけどテーブルの空いたグラスを下げてきておくれ。はい。じゃあフィード、また後でね。あ、依頼人は向こう隣のホテルの2号室で待ってる。とびっきりの美人だよ。行って話を聞いてきな。ただしこの街でフレアを悲しませるようなことしたら私が承知しないからね。じゃまた寄らせてもらうよ。ああ、今度来るときはブランデーの1本でも入れてっておくれ。
どうぞ。フィード、ハンターのフィードスラスターだ。こちらいらして。ミクト・ベスティーラーよ。ベスって呼んでちょうだい。こんな美しいご婦人からの依頼だったならもっと急いでくるべきだったかな。ありがとう。私もあなたのお名前は存じ上げていてよ、ミスター。フィードスラスターといえばオルタニアでも1、2を争う腕利きのハンターですものね。もっとも倒したフィンドの数よりも口説いた女の数と相棒の光る小悪魔ちゃんの方が有名かしら。そいつはどうも。あなたのような超一流のハンターが来てくれれば申し分ないわ。最近は永久指定の依頼時代年に数回あるかないかだ。しかもその依頼に耐えうるクラスのハンターも数は限られている。ええ、存じ上げていてよ。ほう、その口ぶりだと他のハンターについてもかなり調べてるようだな。ご想像にお任せするわ。まあいいだろう。なら俺についての説明は必要ないとして、あんたの依頼について伺うとしようか。私の夫は考古学者だったの。スメラニヒ・トルフィーノって言えば名前くらいは聞いたことがあるかしら。有史以前オルタニアに古代文明を築いた先住民族がいたという学説をぶち上げたミヤコルスカの学者だ。さすがね。そうよ、そのスメラニヒが私の夫だった男。でももう少し付け加えさせてもらうと、夫が研究していたのは先史文明ではなくフィンドの発生に関する秘密だったの。ほう、それで。現在一般に知られているフィンドの出現に関する記録についてはご存知でしょ。あ、57年前北の辺境ガストゥール岩領に面したライラの村で40名を超える村人全員が一晩のうちに惨殺されてしまった事件だろう。そう、女子供を問わずある者は首をねじ切られ、ある者は腹綿をえぐられ、それは凄惨を極めた事件だった。確か3ヶ月後にガッツール岩領で記録に残る初めてのフィンドが生け捕りにされたんだったよな。ええ、それから数年のうちにフィンドの数もそれによる被害も爆発的に増えたのは知っての通りよ。その発生の謎は未だに解けておらず、突然変異だって学者もいれば悪魔の仕業だなんて宗教家まで出てくる始末よ。一月前、夫はミヤコルスカにある自宅地下の研究室で変死体で発見されたの。夫の体内の血液は一滴も残っておらず、ミイラのように干からびてしまっていた。そんな殺し方ができるとしたらフィンド以外には考えられないだろうな。私もそう思ったわ。そして同時に夫が知ってはならないことを知ってしまったに違いない。それは夫が密かに研究していたフィンドの発生の秘密に関わることじゃないかと。なるほど。そう考えたとき、私はあることを思い出したの。それは5年前に夫がどこからか手に入れてきた金属板。その金属板は見たこともない透明な材質で作られていて、刃物で切りつけても硬い床に叩きつけても傷一つつけることができなかったわ。表面には意味ありげな文字がびっしりと書き込まれているんだけど、これも読むことはできないの。その金属板とフィンドの発生とどこでどう結びつくんだ。私もそこまではわからない。ただ夫の研究していたものの中で一番印象的だったから覚えていたのよ。私は丸一日かけて荒らされた研究室の中を探したけれど、思った通りその金属板は失われていたわ。きっと夫を殺したフィンドがそれを持ち去ったのよ。その時点ですぐにハンターを雇わなかったのか。もちろん雇ったわ。一流と言われるハンターをね。なんてやつだ。ライチョウのスミスよ。名前は聞いてる。だが噂通りの腕とすればそうそう失敗するようなハンターとも思えないな。そうね、確かに
現場に残されていた体毛やなんかから調査を始めてフィンドを割り出すところまでは順調だった。でも2週間前ここデブルス峡谷に向かったまま消息を絶ったの。かなり手強いフィンドが相当な数いるってことか。ねえ、フィンドのリーダーの名前は分かってるのか。ええ、聞いてるわ。ビルウェブ兄弟よ。こいつは驚いた。そんな大物がこんなところにいるとは夢にも思わなかったぜ。おそらく手下の数も20や30いるに違いない。どう、自信がなくなって。冗談、それくらいじゃひるみもしねえよ。むしろ奴らの首にかかった賞金が楽しみだぜ。それを聞いて安心したわ。私からの依頼は二つ。ビルウェブ兄弟を殺して夫の仇を討つことと、奪われた金属板を見つけたら回収してくること。少ないけど前金として1000セクト用意したわ。あとはフィンドの賞金で賄ってちょうだい。私は分け前を要求するつもりもないし。です、あんたは？もちろんここに滞在するつもりよ。仕事が済み次第連絡をちょうだい。わかった、早速準備にかかるとしよう。そうだ、一つ言い忘れていたけど、夫の妹がミヤコルスカに住んでいるの。名前はセリナ・トルフィーノ。もしも何かが起こって私と連絡が取れなくなってしまったら、彼女を訪ねてみて。ああ、くれぐれもそういうことがないように願いたいものだな。クラスのハンターともなると、仕事に女に随分と忙しいみてえだな。炭鉱労働者の勧誘だったら他はどうね。あん、ちょ、おい待てよこの野郎、俺の話は終わっちゃいねえんだ。おいこら、俺はバンダーってんだ。ハンターほど有名じゃないが、これでもハンターよ。で、そのハンターのバンダーさんが俺に何の用があるんだ。用ってほどのものでもねえがよ、どこと忠告に来たってわけだ。へえ、それはそれは、俺はまた古文にでもしてくれっていうのかと思ったぜ。評判通り腕は確かなようだな。そいつはどう思う。だがいくらあんたがハンターとしては一流でも、女を幸せにすることはできねえ。どういう意味だ。言葉通りの意味よ。あんたみてえな野郎にこの字になっちまったこれやが、不憫でしょうがねえや。お前、フレアに惚れてるな。ああ、そうよ。何がおかしい。いや、悪い悪い。いや、ただゴリラ男にそこまで言われたら俺も焼きが回ったもんだと思ってね。ち、まあいい、今のうちに笑ってるがいいさ。そのうちに俺の言ってることが、その悪いおつむにもよーくわかるようになる時が来るってもんだ。